さて現在絶賛公開中になります。僕たちの交換日記のですね、今回は素晴らしいメンバーの方に来ていただきました。内村照良監督、そして伊藤敦さん、小出健介さんです。よろしくお願いします。こんにちは。なんか初日の後にこうやってお会いできるのって嬉しいものですね。おかげさまで、ありがとうございます。相当結構プロモーションもやられましたよね。小出さんと伊藤さんに関しては何個ぐらいやったんですか。全30倍でしたっけ。全体で合わせてだよね、きっと。そうじゃないですかね。今まで一番やったかもねって話をしてましたね。それもセットでですよね。でも一緒だったり、バラバラだったり、2人だったり、3人だったり、2人だったり、もうコンビの数もあったり、ピンの数もあったり、で、小出君と内村さんだったり、僕と内村さんだったりっていう組み合わせもあるし、なんかまあ、その都度スケジュールによりみたいな感じだよね。そうですね。普通役者さんだとね、ピンでじゃないですか、主演とかに立つと。でもこうやってずっとコンビを組むっていうと、その内村監督たちのそのこうお笑いの方々のコンビっていう距離感っていうのも分かってきたんじゃないですか、お二人は。でもその実際にその本当のお笑い芸人さんではないっていう部分がありつつの、やっぱ役柄としてのコンビだったんで、ちょっとまた違うとは思うね、感じは。ただやっぱりその呼吸というか波長は合ってきてるなって、すごいやりやすいなっていうのは多分お互い感じじゃないかなと思いますね。内村監督は、はい、あのまた監督としてこうやってずっとキャンペーン活動してて、実際初日が終わってどんな今気持ちなんですか。そうですね、なんかあのやっとこう放たれたなという感じで、あの世の中に作品がこうあの浸透していくのをこう一人でもたくさんの人に見てもらえればという感じですね。なんかでももうなんかあのなんていうかな、こう手から離れていった感じはありますよ。なんかはい、でこれからこう広がっていけばいいみたいな感じになります。ちょうど今のタイミングになるとすごい噂で流れてきません、こうだったよ、ああだったよっていう感想が。すごい関係者の方とか見に行ったっていう、声が聞きますね。どんな感想一番聞きました、3人は。まあ、渡部さんが絶賛しましたね、ツイッターで。あ、そうなんだ。渡部君が、アンジャッシュとしてのいろんな思いがあるのかもしれないね。でもやっぱ結構やっぱ業界の関係者は結構これから前説の子にちゃんとしなきゃとかちゃんと挨拶しなきゃとか俺思っちゃったよとか言ってたみんな見てんだよなとか、やっぱね結構業界の方なりの目線で見られるのも多かったですね。はい、まあ普通になんか素直になんか俺の同級生なんかはやっぱ俺らしかったねっていうのが多かったですね。なんかわかんないけど俺っていう感じがしたっていうのは聞きました。メールが来ました。2人から見た内村監督ってじゃあどういう人ですか、はい、その俺っていうのをちょっと掘り下げてみたいです。俺ねこんな感じですね。まあまさにですねこんな感じでだし演出、うんまんまですよ、うん、よく静かで穏やかって聞きますけどねみんなまさに静かで穏やか海じゃねえんだなあ、なんも喋ってないのかお前泣いてる海、泣いてる海泣いてる海、海でさえね荒れることあるけどね。そうだねその荒れる感じも至って穏やか。そうやっぱほら現場がこう、まあ、例えばツタヤとかでも、大変ですから閉店してる時間の限られた時間で、朝も早いですよね、ビリビリしても別に普通なんですけど、そういう時も、まあ、もちろん焦ってはいるんだとは思うんですけど、監督がピリピリすることはなかったですね。周りのスタッフさんとかがこう無言のピリピリみたいな感じがありましたけど、ちょっともう時間がみたいな感じになって急げ急げみたいな感じはありましたけど、だから現場の空気としてはなんかそういう、なんかこう慌ただしいとかそういう雰囲気にはならないですよね、きっと、はい、内村監督って、そういうライブでずっと立ってるじゃないですか、MC としても回してるわけですよね、
だからそう簡単に動揺とか緊張ってしないんじゃないかなって思ったんですけど。いや、してないですね、まさに。うん、やっぱその映画の現場っていうのも多分そのそんな経験ないっていう中でやってますけども、あのすごく落ち着いていらっしゃったと思いますよ、きっとね。まあそうですか、ええ、じゃあ何よりですよ落ち着いてたからやっぱ監督がね、あたふたしちゃうとあれですからね。いや、そうです、どしっとしてらっしゃったと思いますし、いい意味での頑固さっていうかさね、でもすごい感じましたね、僕。内村監督はその映画にこうやって入って出来上がるまでに何か緊張したとか、うわこれは本当にドキドキしたっていうのはあったんですか？そうですね、やっぱりね、ラストシーンが、の天候、まずはラストシーン撮影前の天候にはがこれがラッキーでついてて、あとは後半にあのスケジューリングされたんですよ、あの天下一決定戦とか、いわゆるこう2人のいわゆるあの今度の本番ですね、やっぱそこにこう照準を向けてこう仕上げていくのが結構やっぱ難しかったんじゃないのかなと思いますね。やっぱで2日連続で撮ったんだよね、あの撮りましたね、1回戦2回戦とか準決勝とか、確かね2日連続だったか1日空いたかなんだけど、立て続けまとめてでしたね、まとめてだったかな、2人にやってもらったんだけど、あれは大変だったと思う。いや、私ね、あのシーンはそのコント好き嫌い関係なく、あんなに緊張する、見てる側がね、緊張すると思わなかったでしょ。ああ、それ嬉しいですよね。なんだろう、あのドキドキ感と思って、変な臨場感があって、いやでも私ももしああなっちゃったらこうなるか、きっとこうなるに違いないまで想像しちゃうわけでしょ。で、想像もし通りだとしてもうわーってなる、なんでこの感覚って思ったんですよね。そうしてやったりですね。よくだからお笑いさんが見た人が言うのは、あのやっぱあの小出君が間違うとこが、あそこがもう辛いっつってました。気持ちになって見てるんで、来るだろう来るだろうってみんな思って見てて、やっぱ来ちゃったっていう感じですからね、なんか、余計に、思いましたもん、自分で演じてて。たはずなんだけど、映画を見て、ね、間違えちゃった、あ、やばい、やっちゃったって全部知ってるはずなのに、本当見てもそういう気分になるんですよ。その気分になったね。そうそうそう、あーってなっちゃった。なんだろう、あれもうきっと誰もがそういう経験あるからだろうなと思う。飛んじゃったらね、やっぱり特にああいう蝶々発信の掛け合いの時に忘れるのはね、結構致命的な感じはするんですよね。難しい、立て直すけど、やっぱりこの変な感じの流れになっちゃうんですよね、その後立て直す。伊藤敦さんと小出圭介さんも役者歴ずっとやってて、セリフ覚えなきゃいけないじゃないですか、めちゃめちゃこう緊迫感漂う現場で、しかもすごい先輩の役者さんがいるところでセリフをこう飛んだとかないんですか？ありますよ、全然ありますよ。ここはなんか決めなきゃいけないって時に限ってやっぱり緊張しますし、それこそ先輩が中瀬に言った後に自分が一言だけ言ったら、ああ分かる、超分かる、緊張する、それが一番嫌い、一番緊張する時ですよ。もう本当にいらないから、やばい、別カットにしてくれっていうぐらいなのに、分かる、先輩が泣いてる、そう、先輩の泣きの瞬間はもう見ても立ってもいらないですもん、本当に。やっぱこう1ページとか7、8ページ、そう、なんかこう7、8行とか長いセリフの後の、そう、1行半とか、そう、1行半とか1行半やばい、しかもそれが説明セリフ、うわーやばい、バッタ行け、なんとかなんとかですみたいな、やばいやばい、説明するみたいな、なんとかそのなんとかがみたいなさ、あーやばい、やばいやばい、もう一番ダメなパターンですよ。どういうことするんですか、先輩に対して。いや、もうあの平山で言えないよね、もし間違えたらね、もう本当にだから、そのプレッシャーをそうやって何回も超えてきたってことですよ、二人も。あの一番のもの、ね、いいね、先輩が泣いてる最悪ですよ、もうその時のもう長回しで伝えに行く、長回しで下手なことすんなよっていうのも嫌だ、俺それも嫌だ、俺それ嫌だ、絶対嫌だなって思いますよね。いや、あれ本当に嫌だね、嫌だね、なんでこういうシーンしたんだって思うもん、ね、そうなのよ、いや、ここで喋らせるなって、そう、いらないでしょって、いや、本当にね思いますよ、それは、だからそういうの分かってるから、あそこの忘れるとことかもね、すごくリアルな致命傷できたんじゃないんですかね。ね、あのなんか視線の動かし方からもうドキドキしますもんね、あれね、ピンチっていうね、
確かにこの映画ってそうワンシーンワンシーンでいろんな思いが溢れてるから愛がいっぱい詰まってるよなって見終わってからね、みんなの話を聞いたらなおさら好きになったんですよ。あ、いろんなところで思う方いますね、うんうん、あそこが良かったっていうのが結構いろいろな意見を聞きますね、うんうん、なんか集中してここじゃなくて、うんうんうん、このところでちょっと来たとかいうのが、ちなみにこの番組はですね、毎回皆さんにこう自分がこう関わった映画で今回の作品じゃなくてこうある意味自分の人生を変えたとか考えを変えた作品1本何ですかって聞いてるんです。お、自分の関わった映画、はい、伊藤敦さんから行こうかなって今思ったんです、はい、あ、自分が関わった映画、見た映画じゃなくて、うん、出た映画、はい、あ、見た映画も後で聞こうと思うんですけど、あ、分かる、その前に1個、あ、関わった映画で1本、はい、僕は踊る大捜査線でかかったですか、ね、うん、あまりにも視聴者だったから、うんうん、ドラマも見てたし、うん、映画も全部見てるし、うん、っていう中でお話をいただいた時に、こういう仕事してるんだけど、うん、え、出るってどういうことっていう感覚にちょっと陥った実感がわからない、出るって意味がわからない、だって踊る大捜査線だよっていう気にはなりましたよね、あまりにも見すぎてるから、うん、なんかそう、それはすごい思いました。私の手帳ほら読むところシーンあったじゃないですか、手帳を読んでるセリフが、いやだからそれもそんなにね、偉大な役というか偉大な方のお継いだというかね、そうね、っていう役だったから、2世、うん、そうそうそう、ね、すごいなんか複雑な気持ちありましたよね、もちろん嬉しいんだけど、なんか嬉しいっていうのはなんかこう例えば目標とかなんか理想とか、うんうん、ある範囲の自分の中でかね、うん、感情としても限られてるところで起こることが嬉しいっていう感情だと思うんですけど、うん、なんか全然別世界にあるものな気がしてたんで、うん、それはもうすごいなんかちょっと想像を絶する理解不能な感じっていうのかな、そうですよね、そうで現場でやっぱクランクインしてからこう実感が湧いていくっていうか、うわ、目の前に大島さんいるよ、そういうふうにキャラクターに見ちゃいますね、いや、そういうふうに見るよね、見る、そうだよね、あ、そっかそっか、で、小田さんの感じがもう、うん、そんな感じだったんで、うん、青島さんで常にっていう感じだったから、まさにね、うん、まさにそれは分かりました。うわ、あのジャンパーってずっと使ってるのかな、ずっと使ってるで、そのあの作品の合間でも、あ、ちょっと変わってるらしいですけど、自分で持って帰られて、うん、来たりする、家に保管してしといたりってしてんだって、マジで、すげえな、なりきってるわけですね、思いを感じましたね、作品、うん、すごいな、小出さんも、僕そうですね、うん、まあいろいろ出してもらいます、まあ、パッチギですかね、まあ、デビューってこともありますし、うん、あの井筒監督の結構本当熱烈な指導というかね、すごく鮮明に覚えてますね、で特に今春で、春来るといつも思い出すんですね、僕あれ撮影したのが春なんですよ、うん、で京都に1ヶ月行きっぱなしで合宿みたいな生活をして、うん、みんなで慣れない関西弁を使って普段から、うん、そうか普段から使っとけボケみたいな、そうかそう、お前ら下手くそなんやからみたいなね、すべて思い出しますね、この時期は内村監督の真逆タイプですからね、伊藤監督あー、まあある意味ではそうだね特に男性に厳しいですよね、厳しい厳しい、あれね、女性には優しいんですよ、あれがまたイラッとするんですね、これね多いとね、そんな違うかと、え、怒られた、めちゃくちゃ怒られたね、マジで、男でもね、やっぱり多少違うんです、それぞれ、まあ、ひどかったです、僕とかね、ひどかったよ、マジで、俺、尾上、あの辺はひどかったですね、波岡、あ、まあそうね、まあ塩屋、裏辺はもうむちゃくちゃ怒られてましたね、へぇ、春になると思い出すんだ、思い出す、毎回ですね、春になると、高岡君とも怒られてないそんな怒られてなかったですね、高岡君そうですけど、怖いですよ、季節あるんだよ、なんか、うん、内村監督はやっぱりピーナッツ、僕はね、さよならカラーっていう、おー竹中直人さんの出たやつですね、2、3シーンしか出てないんですけど、それに出させてもらった時に2、3シーンの中の1個が僕と竹中さんと中島みゆきさんのシーンだったんですよ、で初めて俺会って
って、はいはいはい、3人がぐーっと寄っていって俺から喋り出すんだけど、もう4回ぐらい NG 出して、俺上がってんだって緊張で緊張で、ゆきさんと竹中さんがぐーって寄ってくる中の圧でセリフをこう説明出るみたいな、もう本当にとちっちゃって、俺まだまだだなって圧にでも出来上がったら綺麗になんかね、そのたった 2,3 シーンでもすごくこうポイントを生かしてもらってて、すげえなやっぱ映画はって思いました。優しい空気の映画でしたもんね。あ、よかったです。でも自分が初監督作品として撮ったピーナッツはどうなんですか？いや、もちろん思い出ありますけども、はい、あの時本当になんかこう無我夢中だったっていう感じで、割りこっちの方がまだちょっと本当さっき言ってもらったけど、ちょっとどっしりとはできたっていう感じはなんかあるんですよ、自分の。確か内村監督もすごく映画を好きでいらっしゃったと思うんですけども、はい、じゃあ人生の中でこれは見といてほしいなと思うご自分おすすめの映画って皆さん何ですか？いやー、でもちょっといっぱいあるからね。どれだ。でも死人の侍にしときます。おお、やっぱり黒澤明監督もやっぱこれはもう日本映画の代表だと思います。はい、出ましたが2人は、いやいや、死人の侍って言われるとどっす。そうですね確かに僕はなんでしょうね、蒲田行進曲ですかね。おお、はい、蒲田行進曲でもし自分が役をやるなら何をやりたいですか？いや、それ銀ちゃんでしょ、やっぱりね、いつもね、いや、それね、あの、はい、安はね、あれですけど、いわゆる銀ちゃんやりたいですよね、ああいうものは。こう活動写真っていうか、こう映画っていうのがやっぱり中に入ってるからこそ、よりああいうものに憧れるっていうか、良き時だったんじゃないかなと思いますし、ああいうのは残したいと思いますよね。いいよね、蒲田行進曲いいよね。ね、いいですね。はい、伊藤敦さんは、僕は邦画じゃないんですけど、セブンを見た時の、結構割とこう、ね、ちっちゃい頃っていうか、ね、まだ10代だったし、なんか衝撃がこう今でもこう、まあ、何回か見たんですけど、今でもグッとくるんですよ、あの衝撃が。で、映画って人にこんな感覚を与えるだっていうのを、まあ若いながらにというか、いや、それなりに小さいながらにちょっと感じたっていうのをね。本当映画って幅広いよな、ね、そういうミステリーもあれば、ね、サスペンスあればコメディーもあるし、ミュージカルもあるし、でも今の3作品ともちゃんとシーンが浮かびますよね、バコンとこう名シーン的なもの、それがやっぱり世に残る映画なのかな。名シーンですよね、やっぱりね、映画ね。セブンだったら誰の役やりたいですか？これちょっと聞いてみたいな。それいや、どっちかでしょ。あ、まあまあ、でも、いや、もしかしたら犯人っていう説もありますよね。でモーガン・フリーマンっていうこともありうるね。いや、ありうるね。で、俺結構好きなんですよね、モーガン・フリーマン。あれはめちゃくちゃいい、モーガン・フリーマン。絶対できないなとは思うんだけど、ゆくゆくかね、ゆくゆくかも。モーガン・フリーマンしますよ。え、本当ですか？好き。あ、でも味があって、あれ一番微妙に難しいかもしれない。いや、あれ難しい役ですよ。難しい、絶対難しいと思う。ね、なんかいいですね、3作品とも見たくなっちゃう。ということでお話を伺ってきましたので、はいはい、内村監督にちょっと締めてもらおう、はい、大きな言い方をしてしまいましたが、はい、もう公開されました、はい、まだあの全国でやっておりますのでですね、皆さんこの春休みを利用しまして暖かくなってきましたからね、ぜひ劇場の方でね、僕たちの公開に見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということでありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。